北条桃川筆景、変に美人図北条桃川法暦2年8月25日は、江戸時代中期の南画家。服部南角、祇園南海、柳沢紀園と共に、日本南画の祖であり、日本で初めて本格的な中国南州画様式による山水画を描いた画家とされる。画人として北京に除されている。また俳人としても活躍した。 終わり名古屋本町の役首相、八千堂に生まれる。本生は、坂木原、通称を、土佐や平八郎というが、自ら法上を名乗った。これは、先祖が、中国ちゃん通称法上の出身であることにちなんだと、言う。名は淵、自我、桃川、郷二、よもぎす、仙艦、八千、八千堂。中国風に、法桃川と称した。では、 消門の鏡志向につき、名古屋や伊勢で活躍。教法6年、伊予のセック集に集められている。配合は初め末角、教法9年以降は、上り角とした。24歳の時のすでに画人として、作品、遊挙読書図を描いているが、本格的に始めたのは、京都に出た31歳以降である。一時仮の葉にもついたようだが、白学であり、 漢文を返したことで、伝来した元民の転籍図譜より文人が南画を独学で得,得する。また伊勢大阪、金沢、岡山、高知、長崎、大和など旅を重ね画業を研鑽した。特に、紀州の祇園南海を訪ね、中国都来の画布、消し縁画伝を送られ、これによって多くを学んだとされる。寺院の障壁画なども多く手がけており、 その功績からが北京に除されている。桃川は町人出身の職業画家で、自ら売りが自給と称しており、同じく日本南画の先駆者とされる南海や起源と異なる特色である。起源らは漢詩文を基礎とする高い教養で、中国の画論、画布などの理論的な面まで含めて南画を理解しようとしたのに対し、桃川はむしろ徘徊で磨いた感性で、 雑多な種類の中国画や画風類から直接学んでいった。その結果、作風は様式が幅広く、画技のレベルも高く、漫画家が苦手とすることが多い襖や、屏風のような大画面でも描きこなした反面、作品間の落差が大きく、不安定とも評される。日本漫画の方画となって、後に漫画を大成させた、池大画やヨサブ村。 その後の木村家が指導など更新に与えた影響は大きく、特に徘徊とが行という二足のわらじを持った、与さ武村は桃川を警護した。桃川は諸蛾の鑑識家としても活躍した。桃川は、九州、本町八千州に水墨による総蛾を創造している。また八千道、八千などの別号で自画自賛したが軸を多数残した。 これらのことからが灰として最高位に数えられている。後に、桃川を警護する、与佐武村は、桃川の草画を学び発展させて、灰画と命名しその画風を確立した。南画という中国思向と灰界という日本趣味を同時に両立させた、桃川、武村によって、和漢折衷の灰画が登場したのである。桃川は楽観を入れる際、灰画は主に北京の楽印を、南画では、 多くの場合、中国名風に三文字の落款を入れている。法暦二年夏、京都にて没する。去年五十六、山水図延響四年東京国立博物館像。ありがとうございます。